ウェブカメラで話した内容をリアルタイムで自動的にテキスト化してくれるツールというものを紹介していきたいと思うんですけどもこちらですねこの映像にあるようにこの方が作ったようなんですけどもブラウザだけでこのように自分のウェブカメラの映像とそこで話した内容というものをリアルタイムで翻訳してくれるかなりね精度の高いツールなんですけどもブラウザを画面共有してビデオ会議なんかでも 字幕付きで参加することができるということで、かなり便利なツールだと思うんですけども、実際にどんなツールなのかお見せしていきたいと思うんですけども、このような感じで自動的に翻訳してくれるんですよね。こちらの下の方にも、このように機能があって、大きさを変えたりとか、行間を変えたり、そして色の濃さ、時間、また、縁とか背景とかも変えることができると。 そしてグリーンバックの背景にして背景を、ね、透明にすることもできるといった感じになっています。しかも最後にこのように翻訳したテキストというものを、ね、ログとしてダウンロードすることもできるということでかなりねこれからウェブセミナーとかまた会議なんかをする際に便利なツールになるんじゃないかなと思いますので ぜひね、これを使いたい方は、この動画の概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。というわけで今後もこういったインターネットビジネスに役立つようなツールなんかも、どんどんご紹介していきたいと思いますので、ぜひこの動画のチャンネル登録と、この動画の概要欄から LINE の登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご清聴していただき、ありがとうございました。